龍一ビジョンアゴー。どうも龍一です。今回はですね、この後ろに見えます川を登っていってですね、サワガニを捕まえていきたいと思います。それではまた後で。しっかりだな。これは柔らかい。はい、ということでですね、自宅に帰ってまいりました。結果はですね、必要最低限の、量だけ取って帰ってきました。それでは早速お見せしたいと思います。はい、とまあこんな感じでですね、大小合わせて2匹で、このサワガニをですね、素揚げにしたいと思います。ですね、天ぷらにね使うね、火をここで用意してきます。室内でやると結構油が飛び散るので、どっさりとちょっと取れなくていいもの取ったと。五徳を置いていきます。ちょっと熱いので、ね、よし、あとはですね、ちょっとね、火を上に寄せた状態でじゃないとですね、油がぬるくなります。こんな感じでいいかな、うん、それではちょっと油を用意したいと思います。はい、それではね、はい、見てください。これクッキングペーパーで水分を取ったんですよ。まだちゃんと生きております。このまま投入していきます。
大体2分ぐらいね、この状態で揚げていきます。はい、それでは2回目投入します。そろそろいいんじゃないでしょうかね。じゃあ早速ちょっと揚げていきましょう。こんな感じですね。ちょっと足がもげましたけど。それではいただきます。まずはビールから。ああ、美味しいね。最高。じゃあね、せっかく素揚げしたサーガニ、これに味付けの粗挽き塩コショウをかけていただきます。今回効果音なしで。それではまずはですね、この小さい方から、この小さい方からね。いただきます。美味しいですね。この素揚げっていうのは僕は初めて食べるんですよ。ちょっと、あービール美味しい。やっぱり唐揚げか素揚げって聞いてたんで素揚げにしてみました。パリパリして美味しい。ちょっとね、野外なので蚊がいっぱい。続いてこの大きいやつ、はい、いきますよ。パリ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 ですよ。エビのね、尻尾をね、贅沢にしたような感じの美味しさです。本当はね、あと3匹ぐらい食べてもよかったんですけどね。ちょっと皮もね、昔ほどその立派じゃなくなってて、上の方行くとですね、ちょっと開発が進んでました。そこでまたビール。あー美味しいね。ということでですね、また何かあったらですね、こうやってね、食べていきたいと思います。それではもうお時間となりました。そこでまたビール。あー美味しいね。もしこの動画がよろしければグッド、まだチャンネル登録がお済みでない方、説明欄よりチャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。パソコンでご覧の方はエンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた。さよなら、さよなら、さよなら。